画家の語る日本美術史第2回は雅から間の確立までです。さて、どんなお話がされるでしょうか。お楽しみください。古典的な美は世界的に共通していて、豊穣、均衡、再生といった生物的な生存に関わるものです。その時代を経て日本的な美意識が顕著になったのは藤原時代だと岡倉天心は書いています。この時代の美意識を表す言葉として雅があります。雅とはそれ以前の豊かさを求めた美意識とは異なり、欠けたもの、移ろうものへの思いを良しとする都的な美を意味します。伊勢物語、源氏物語は後世になっても繰り返して参照される日本美の古典であり、ここに余白の意識が始まっています。源氏物語絵巻というのが、ありますけれども、ちょっとその画像を見てもらったら分かるんです、今はもうねほとんど剥落しちゃって分からないところもあるんですけれども、あの主人公たちの他にね、あの庭の風景とかそういったものが大きくね、描かれているんですよね。でそのあたりからすでに絵画の上でも余白っていう意識が出てきているわけです。まあ、伊勢物語なんかはね分かりやすいですけども、成平が、藤原家の娘とねいい仲になって、一緒にね逃げていくわけですけどね、あの芥川という話で、恋人と逃げていったところを鬼に食われてしまって、大事な恋人を失ってしまったっていうお話になってますけどね、ああいったあの成就するんではなくてね失われていく悲しみみたいなものがね、美意識の中に出てくるわけですよね。室町時代になって大陸から南宋の湿潤な気候を描写した花景、木景、玉簡などの空間表現の多い絵画が中国から入ってきます。これら絵画の醸し出す雰囲気を言うとしたら幽玄という表現が適切ではないだろうか。この言葉は平安時代後期から鎌倉時代の芸能に言われたもので、言葉にできない奥深さを表現した美意識です。南宋の水墨画がこうした日本人の美意識に合致していたと考えられます。これらの絵画に影響されて余白の多い絵を描く周文がいます。阿弥陀、さらに直接大陸に渡り中国の伝統を学んだ雪舟などが出現します。皆さん、あの雪舟が留学しましたけれども、留学した時期というのが明の時代ですね。あのそういった中国のいわゆる伝統的なものをちゃんと勉強しようと、こういった時にはもうそういったものは時代からずれてるわけでね、まあ雪舟は自分で
私みたいな書ける中国人がもういなかったと言うんだけど、まあ、確かにもう時代がずれてるんでね、まあ、そこは仕方なかったんですけど、ただまあ中国の伝統をね勉強して帰ってきたことは確かなんですよね。でまあ、ですから雪舟とか、それから上派ですよね。で、あの人たちがやっている、余白っていうのは現実的に完全なる余白っていうのではなくって、雲や霧の描写なんですよね。で、それが、次の時代に入って、元の時代のああいった何ていうかな余白っていうものが、につながっていくわけです。あの時代、領海とか、それから南宋時代なんですが、馬縁のね、漢方読者図みたいなのがありますよね。そうすると、あの辺なんかの空間がだんだん具体的な描写じゃなくって、余白っていうものが意識されたような絵画になっていくわけなんですよね。で、そのことで、あの時代のなんていうかな、だんだん武士が出てきて草みたいなのがあって、リアルなこう緊迫した時代の中の空気を映していくわけ でその中で前の時代の幽玄というようなものから手が済まなくなってきてね、緊迫した余白のが表に出てくるような時代に移っていくと思うんですよね。でそれが玄っていうのはね、やはり南宋とは違ったね、もっと現実的な時代みたいなのがあります。だからそれはもう日本と中国もやっぱりこう同じような感じで流れてた感覚はあると思うんですよね。さらにですね、領海の影響は開港優勝にもあるということですか。ね、海軍省は領海とそれから木剣の影響も受けてるんですけれども、やはり領海の影響がとても強くって、やはりその分余白っていうものを意識した絵になってるんですよね。で、彼はね武士だったっていうこともあって、その余白っていうものに対しての見方がかなり、なんていうかな、緊迫した、単に物を描いた、余白っていうんじゃなくって、かなり余白っていうものの重要性を意識した絵画を、描くようになってるわけですよね。水墨だけじゃなくって、紺碧のいわゆる色彩の絵も描いていて、こっちの方でもそれやっぱり突っ込んでいてね。で、優勝はだから永徳やね、東博よりも先行ってたというふうに考えられるんですよね。時代がどんどん移ってくるわけで、宮本武蔵だとか俵屋宗達っていうのがもう時代的にこう重なってくるわけなんですけどね。その中で宮本武蔵とか、大砲優勝も武士だったし、宮本武蔵なんかもね実戦の場に立った、ね、武士ですから、非常に命がけで、自分の、芸道を、詰めていくっていうことに何ていうかな一生を捧げるような形になっていくわけです。山本武蔵が水墨画で間を完成できたっていうのは、やはり彼が武士でね、剣術でやはりもうやり直しの効かない命がけのやり取りをしてたっていうところで、余白を間として完成できたと思うんですよね。でつまり間っていうのはもう動的な平行だっていうねところまで、持ってって、固定したもんじゃないっていうところまで、彼は持っていったんだと思ったっていうのが、やはり彼のこの絵の空間の中にもね、出てきてるんだと思うんですよね。そうすると単に武芸だけじゃなくて、彼の描く
絵にも同じことができる。そうですよね。そういうことですよね。一芸が全ての芸に通じるって言ってるんですけど、まあ、彼はもう、年を取ってから殿様の前でね、彼が絵を描くっていうことはもうみんなしてたんで、殿様の前でね、だるまさんを希望してるんですよね。でこうやってね、殿様の前で描いてね、失敗するんですよね。でね、帰ってきてから、いや失敗したっつってね、でついね、うまく描いてやろうと思ってしまったっていうで失敗したっつってね、あ、やっぱり一芸に秀とは言ってもね、やっぱり絵の方はね、ちょっとダメだってね、反省したっていうんですけど、やはりそうなんていうかな、その辺のこと分かってるんですよね。で、まあ、玉田宗達が、同じ時代にやはり、間を完成してるんですけども、もう一つ、違う展開までね持ってって、まあ、これは彼は具体的にはこのカラーの段カラーで、完成させたわけなんですけども、この余白とそれから書かれたものっていう関係じゃなくって、彼がカラーに持ってったっていうことで、実はまあ物質に持っていくわけなんですけども、まずい関係を違う関係へ展開していく、きっかけを作ったというわけで、まあ、ここで間が完成して、あるいは逆に間が次へ展開していくっていう、まあ、なんていうかな、ポイントになった、時代であるし、この2人だと思うわけです。動的平衡という非常に難しい単語が出てきたんですけど、そこら辺をもうちょっと説明していただけますか。だから結局、まあ、宮本武蔵の剣術を見てると分かりやすいんですけど、まあ、結局間っていうのはこう、ね、私とそれから敵対というのがいて、この間の均衡です。均衡ですよね、間ですからね、うん、でこの均衡はただ相手がいて自分がいて常にこう動いてるわけですよね。でこの間でも動きながらこの間を常に測りながら動いていかなきゃいけないって、でそこも動いてるからこそ緊張があって、常にこう何て言うかな、違う次元に動いていくっていう、そこが大事であって、逆に言えば固定してはいけないっていうね、この動いてることによって生きているっていう、まあ、逆武術だけではなくって芸能でも音楽でも役者さんなんかの舞台でも常にこの何て言うか間の平行っていうものは動いてるって、これが大事だっていうことでね、だからこの中の、ね、舞台でも全て芸能につながってくる、感覚だと思うんですよね。やっぱりもう国難だったから、逆に言うとさ、リーダーシップ取るみたいな意識があるんだよね。だからだからやっぱり岡倉天心なんかって日本画っていうのをさ提唱した時にはさ、その意識持ってんだよね、うん、でも逆にさ今のさ日本画っていうとさ、なんか単に国家意識で作ったなっていうか、国民国家を作ったための合目的的な、概念だみたいなさ、非常に小さなものにまとめちゃうみたいなさ、うん、まあ、むしろアメリカのなんかでの評価の方がね、その日本の明治時代のああいうその日本画と洋画の動きを積極的に評価する動きっていうのは最近あるかと思うんですよ。だから、やっぱりもうちょっとその辺をもう一回自分たちのこととして考え直す必要が今現在にあると思います。さあ、舞台美術だってさ、吉原さんが一生懸命さ、資料とかさ、うん、残してさ、置いといたからさ、今評価されてるわけでさ。ということですね。うん、であれはほら、なんだっけ、アメリカにもさ、そうそうそう、全部
あの相手が分かるかどうか関係なく送りつけてるわけでしょ、うん、でそれが残ってて評価につながる。いいですかそれ。画家の語る日本美術史第3回は7月末にアップの予定でございます。 YouTube ご登録の方もよろしくお願いいたします。